はい、いつも仮面チューブをご覧くださいまして誠にありがとうございます。本日もニュースがありまして、なんだか沖縄の方で、アオウミガメさんが、亡くなった状態で、漂着していたというのが発見されたというニュースがありました。アオウミガメさんはね、絶滅危惧種なので、まあ、大切にしなければいけないんですけれども、これの原因がですね、あの小笠原諸島にある海底火山が急激に冷えて、軽石となって流れ着いて、それを小石を飲み込んでしまったということで亀さんが亡くなったっていうもののようです。はい、でアオウミガメさん、どういった亀さんかっていうと、ちょうど今ですね、あの小笠原に縁が深いお客様がご来店になって、ちょうど今アオウミガメさんのサンプルを、すごい偶然なんですけども、いただきましたので、ちょっとお客様に、あ、皆様に見ていただこうかなと思います。こちら小笠原生まれって書いてありますね。こちら小笠原海洋センターというところを監修して、すごく忠実に作られているそうです。今初めて開けます。前後のヒレが動きますって書いてありますよ。すごいね。こんな小さな体、これと原寸大だそうです。こちらすごいね。こんな感じだって。へー、かわいいのに、こんなにかわいいのに飲み込んじゃった。かわいそうにね。いや、リアルだね。アオウミガメさん、すごいね。前後のヒレが動くっていうんですね。あ、動くね。すごいな。まあ、こういう感じで、こういう感じで動くわけですね。すごいな。こういう感じか、こういう感じか。かわいい。こんなにかわいいのに飲み込んじゃって。ついでにアオウミガメさんの見分け方なんですけども、アオウミガメさんは、赤ウミガメ、アオウミガメっていうのがありますけども、アオウミガメさんはここの頭の鱗が2つに分かれている子がアオウミガメ、ここが5つに分かれているのが 1,2,3,4、まあ、中に点とあって5つあるのが赤ウミガメですね。はい、いやでもこんなちっちゃいんだって。 こんな手のひらに比較するとこんな感じ。これはね、石なんか飲み込んだら死んじゃいますよね。まあ、自然のせいだからどうしようもないんですけどね、かわいそうにね。まあ今後、まあ、早く落ち着いて、火山活動が落ち着いてなんとかなればいいなと思いますけどね。はい、まあ少なくとも、あの人の手で卵を取ったりだとか、密漁したりとか、まあね、あの海を汚したりとか、そういうことのないようにしたいですね。はい、以上仮面チューブでした。また更新いたします。